9日から4日間、行われた陸上の第103回関東学生競技対抗選手権、関東インカレ。2年ぶりに国立競技場で開催された熱戦を取材した、ジアンサーは文武両道で部活に励む選手や、怪我や困難を乗り越えた選手など、様々なストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子一部、400メートル障害に出場した東学大、パネル参りの3年。 一年ぶりの決勝、59秒59で6位入賞した。全国高校総体、インターハイ、では400メートルと共に2冠を達成。昨季は不調を経験した20歳が、復活のシーズンを歩み始めた。取材、文イコールジアンサー編集部、山野辺加穂。表彰台を目指した決勝、選手紹介の歓声に笑顔で応えたパネルは、合法とともに勢いよく飛び出した。 バックストレートでは上位争いを演じたが、終盤失速して59秒59で6位。7、8代目で崩れてしまって、タイムも満足していないですと悔しさをにじませた。それでも、1年ぶりの決勝レースを純粋に楽しかったと振り返った。埼玉栄、埼玉、3年夏のインターハイで400メートルとともに2冠を達成。 400メートル障害は57秒98の好タイムを叩き出し、大学でも活躍が期待された。1年春の関東インカレ400メートル障害で4位に入り、順調なスタートを切ったが、昨年は怪我や体調不良などの影響で十分な練習が積めず、不調が続いた。それでも、高3の結果はあまり気にせず、大学ではリスタートと思ってやっていたと真摯に競技と向き合った。 自分で考えて強くなろう。埼玉栄の教えを胸に、自分なりに練習メニューを工夫。食生活にも気を使い、練習後の疲労回復につなげた。とにかく強くなりたい一心で練習していた。という一年を超え、調子がやっと上がってきたと手応えを感じる今季。その言葉の通り、5月初旬に行われた静岡国際では高3以来の58秒台を記録し、 復調を印象づけた。これまではハードルを越えることに怖さがあって、力を使い切れていなかった。その怖さがなくなってきたのが大きい。今大会は悔しさを残したが、復活ロードは道半ば。まだ始まったばかり、ここから上げていきたいと前を向く。ひたむきな20歳は焦らず進んでいく。